さあでは続きいきましょう。まあ問題児ですよね。次はね、風間くん行きたいと思います。風間さんですかね、先輩やからね。はい、僕は風間のぞみ3年だ。君たちはコックリさんを知ってるかな。おお、コックリさん行く。キューピッドさんとかエンジェル様とかいろいろな呼び方があるけれど、基本的にはみんな同じだな。1枚の紙に50音とイエスとノーの文字、そして0から9までの数字を書いて真ん中に鳥居のマークを書く。あれ、コックリさんはでも出てたよね。これ、え、細田が言っとったんやったっけ。その鳥居の上に10円玉を置いたら、2人以上の人差し指を10円玉の上に置く。あとはコックリさんを呼び出して知りたいことを尋ねるんだ。そうすればコックリさんがその10円玉を通していろいろとお答えくださるわけさ。そして尋ねたいことが全て終わればコックリさんにお戻りいただき、使った10円玉と紙はすぐに捨てるなり使うなりして手放さなければならない。これが簡単なコックリさんのやり方だ。うん。ただし高級霊のコックリさんが降りてくれればいいんだが、たちの悪い低級霊が降りてくることもあるんだな。そうなると取り憑かれてしまうこともあるから気をつけなきゃな。はい、もっとも僕はコックリさんのプロフェッショナルだから心配ないけどね。コックリさんのプロフェッショナルなんや。 NHK とかも出てんのかな。その金取ってやってんのかな、コックリさんを。西洋にも似たようなものがあってね、ウィジャ版みたいなやつかな。ああ、そうやね、ウィッチボード。それ専用の道具まで売ってるんだぜ。まあそういうものは世界共通ってことだよな。まあ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 。ね。で、実は僕が話そうとしている3話目は、このコックリさんの話なんだ。やろうね。正確に言うと話ではないな。うん。まあまあ、下手な話よりもずっと面白いはずだぜ。結構真面目に喋っとらへん。珍しくない？というか初めてじゃない？聞いて損はさせないよ。実を言うと僕はコックリさんを呼べるんだよ。うん。え、みんな呼べるんじゃないの？直接呼べるってこと？その、なんていうの？店行ったら会えるとかじゃなくて、もうプライベートで呼べるってこと？え？誰にでも呼べるって、そうそう、そう言ったやん。だってそういう風に言ってたやん。甘いな。僕が呼ぶコックリさんは本物だよ。本物のコックリさんを呼べるのさ。見たこと、いや、だから、その本物の定義が、高級霊のコックリさんのこと言ってんのかな。それ言ったやん。低級霊と高級霊みたいな。見たことないだろ。ないね。見ることだって、見れんの、コックリさんを。疑ってるな。まあ、それは見てのお楽しみってところだな。ところで、尻城くん、君はコックリさんを信じるかな。まあ、どっちとも言えない。まあ、信じないですけど、普段の感じだったら。まあ、一回ゲームオーバーにもなってるし、信じるでいこうか。信じる。笑った。そうかそうか。なかなか見どころのある男だな、君は。信じることが大切なんだぞ。そうなん？そうなの？大自慢バンドみたいに言うな。大自慢バンドみたいに言うな。で、ついでだけれど、君は僕がコックリさんを呼べることも信じているよね。いや、なんとも言えへん、これは。そうか。じゃあ今実際に僕が本物のコックリさんを呼んであげるから。信じるのはそれからでいいよ。おお。まあそれが一番ええやろな、正直。特別に君のことをいろいろ占ってあげよう。まあ普通の人間がコックリさんをやっても当たるとか当たらないとか適当な場合が多い時もある。まあ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 。まあまあまあ、そうね。それは低級霊を呼んでしまうことが多いからなんや。当たらへんっていうのは。でも僕ほどのコックリさん研究家になると、いろいろと調べているからね。うん。間違いなく高級霊のコックリさんを呼び出す方法を発見したんや。あー、なるほどね。うん。普通にコックリさん呼ぶのね。呼ぶ上で絶対高級霊が確定するみたいなフラグを立てれるってことなんや。まず10円玉を使うなんて、あ、そこからか。500円使うのかな。10円玉を使うなんてケチなことを言っちゃいけない。500円玉を使うんだ、俺やっぱり。もうバレてんねんけど。その方がいいコックリさんを呼べるのさ。そういうもんな。いいコックリさんを呼べんねや。そういう値段の問題なんや、コックリさんって。さあ、新庄くん、500円玉を出した前。うわ、やばい。寸尺詐欺や、これ。絶対。500円玉を渡す。500円、今は持ってないという。ないならしょうがないね。じゃあ僕が今持っている10円玉でやってみようか。あかんがな、10円玉。うわ、こいつだるまじ。でも10円玉じゃうまくいくとは限らないよ。
ちゃうちゃうちゃう、お前ちゃうちゃうちゃう、お前500円でやれや。なんでスッと10円玉でやろうとしてんねん。シージョー君、その10円玉の上に人差し指を置いてくれないか。結局10円玉やん、ピッカピカに磨いたやつね。さあ行くぞ。こっくりさん、こっくりさん、いらしてください。この10円玉の中にいらしてください。10円玉の中に。薄ない？ふんだらだった、ふんだらだった、ふんだらだった。くわこっくりさんがいらしたぞ。来たん？では占いを始めよう。さあどれにする？うわーどうしよう、女性問題いこうか。まあまあまあ女性問題は重要やもん。いや、まあ、彼女はできたからな。ただ彼女がだいぶ痛いっていうので別れたいんですよね。言わした。こっくりさん、こっくりさん、お答えください。しりじょうくんの、あ、すくつほぼ、すくつぼら、すくつぼらど、すくつぼらどんは、え、うわー、こっくりさん申し訳ありません。10円玉ではダメなのですね。わ、まあ、かりました。お帰りください。え、あかんの？スクツボラドンはって言われたんやけど。どういうこと？どういう、あれはもうぐたしゃーって暴れたっていうことなの？こっくりさんが。え、わからんで、スクツボラドンっていう、海外籍の女性がいるんかもしれへんからな。日本人ではないやろうけど、なんかアフリカの方のスクツボラドンっていうこと付き合ってるのがバレたんだけかもしれんからな。え、シリジョー君、これはダメだ。やはり10円玉ではダメなんだよ。今高級霊のコックリさんが来てくれたんだが、僕らが間に合わせの10円玉で儀式を行ったことを怒っておられた。あかんねや、もうそんな安く呼びやがってみたいな。これ以上10円玉では試せないよ。500円玉さえあれば確実に今の質問について占ってあげられたのに。君本当に500円玉を持ってないのかい？もう一度探してみなよ。あればすぐに占ってあげるからさ。いや、まあ出すか。新500円玉でもいいですか？おう、500円玉があったんだね。しかも新500円玉だね。よかった、本当によかった。それじゃあこの500円玉を使ってコックリさんを呼ぶからな。うわ、ほんまに500円玉になってる。ピッカピカや。おお。さあ、君の人差し指をこの上に置いて。よし、準備はいいかな。コックリさん、コックリさん、いらしてください、いらしてください。あれ、変わったるかな。ほんにゃらまか、ほんにゃらまか、ほんにゃら、ほんにゃにゃ、ほんにゃにらまか。来た来た来たぞ、かー。というわけで、こっくりさんが来たぞ。さあ、何を聞きたい？いや、女性問題、嫌よね、だから。女性問題。そうか、女性問題に関してだな。君は結構スケベだな。スケベかどうかわからんけど、まあまあ。それで、今、君は好きな人がいるのかな？まあまあ、じゃあ、いる。そうか、いるのか。それで、その人と付き合っていたりするのかな？もう付き合ってるね。そうか、そうか。顔に似合わず、なかなかやるときはやるようじゃないか。うふふふ。それでは、彼女とうまくいくかどうか占って信じよう。こっくりさん、こっくりさん、お答えください。彼女とは今後うまくいくんでしょうか？いいえ。早い。早い。最近彼女と喧嘩でもした？君はどうやら振られる運命にあるようだ。かわいそうだけど仕方がないね。そうだ、他のことも占ってみなよ。ちょっと待てよ、嫌な予感がするな。女性問題もう一個いく。それはもう占っただろ、他のこと聞きなよ。金銭問題いこうか。金銭問題か。これが気になるってことは、君は浪費家なのかい？まあ違う、浪費家ではないのか。それはお金を貯めるのが好きだということかい？それとも単に貧乏なだけなのかい？いや、まあ単に貧乏なだけ。貧乏か、嫌だね。まあ今は貧乏でもそのうち成功することがあるかもしれないからさ、占ってみようか。やばいやばいやばいぞ、やばい。今後金持ちになるチャンスあるんですかね。早い。いいえ、行く。早い。もう巻きで行ってない？なんか見切り発車で動いてない？いいえの方に。違う、嫌な予感がすんな。おい、勉強や仕事、こういうことが占いたいのか。ふむふむ、君は将来就きたい仕事があるのかい？まあ、ある。もう将来のことをいろいろ考えているんだね。じゃあ、そのために何か勉強しているかい？している。そうか、努力しているんだね。いや、これ今回はほら、もういい方向行ってる、選んでるから。じゃあ、その勉強の甲斐あって希望通りの仕事ができるようになるかどうかを見てあげよう。
コクイさん、コクイさん、お答えください。シリジョー君はやりたい仕事があるそうです。彼の努力は花開くでしょうか。早い早い。だから勉強の仕方が悪いのかもね。あるいは違う仕事を選んだら。ちょっと待て待て、ちゃんと聞いてくれや。はいかいいえとかじゃなくて、ちゃんと聞いてくれや。マジでちゃんと聞いてくれって。500円払ってんねんから。将来は最初に注意しておこう。え、ここでの質問は他の質問より未来の結果だと思ってくれていい。人生はいろいろある。付き合っている人と別れたり、お金を得たり失ったり、日常は常に変わっていくんだ。他の質問の結果が悪くても、ここでの結果が良ければ終わりよしだ。逆に他の質問の結果が良くても、ここで悪ければ君の未来は多難だということだね。それでもこの項目を占ってみるかい。占ってもらう。よし、ならば占ってやろう。君、将来の夢なんかはあるのかい。ある。さっき言ったやろうが。その夢は一人で叶えられるものかい、それとも一人では無理なものかい。一人で叶えられる。君の夢は自分の努力が決めてのものなのかな。じゃあ占ってあげよう。いいかい。頭の中で僕が今から言うことを念じてごらん。ちょ待てよ、お前もういい絵の方見てんちゃうやろな。君の夢を思い浮かべるんだ。で、僕が指を押さえてるんですよね、これ一応。コックリさん、コックリさん、お答えください。今、シリジョー君が頭の中で思い浮かべている夢は将来叶いますか？いた！いた！え？はい、いた！よかったね。よかった。君の夢が何なのか知らないけど、いつか叶うようだから頑張るといい。次は、そうだな。夢を叶えるために乗り越えなければいけない壁について占おうか。コックリさん、コックリさん、お答えください。シリジョー君の夢を実現させる際に、足を引っ張るものを教えていただけますか？うん。恋人や。恋人？やっぱりや。ああ、君は恋と夢の板挟みに合うと出ているよ。恋人を優先させるか、夢を優先させるか、難しいところだね。でも君は夢を叶えると出ているからね、その時恋人はどうなっているか、怖い。まあ、夢も恋も両方手に入れられればいいけどね。さあ、次は何を占おうか。風間さんのこと占う。風間さんの女性問題。ほっといてくれよ。僕のことはいいんだ。切れた。君、もう聞きたいことがないならコックリさんにお帰りいただくぞ。え？コックリさんがまだ見えてないのに帰らせないでくれって？そや、確かに見えるっつってたよな。君には見えないのかい？何を言ってるんだ。見えるだろう。ほら、他の連中が退屈なのか居眠りを始めてる。こっくりこっくりこっくりさんと。え？あ？な、こっくりさんを見れただろ。これで僕の話は終わりさ。ちょ、スリッパ貸してくれ。スリッパ貸してくれ。あの人、僕の渡した500円玉をポケットに入れてしまった。なんて人だ。後輩からお金を巻き上げるなんて。風間さんはこっちを見て微笑んでいる。無視してやれ。なんで無視すんねん。今後この人に関わるのはやめた方が良さそうだな。早く次の人の話を聞こう。500円取られた。でも一応将来の夢叶うっていうことも分かった。ちょっとだけ嬉しい気持ちもあるね。あれ、絶対いいえやと思ったら意外にはいが来たから、ちょっと自分的にはビクッとしましたけどね。はい、ということで、じゃあ次回行きましょう。